ジャック、ダックスター、ダックスター、ダックスターは2006年3月14日にソニーコンピュータエンタテインメントによって北米などで発売されたプレイステーションポータブル用アクションアドベンチャーゲーム。開発はレディアットドーン。ジャック・ダックスターシリーズの第5作目。本来の主人公、ジャックの相棒であるダックスターを主役にしたスピンオフ作品。日本未発売。 ジャック・ダクスターシリーズ初となるプレイステーション、ポータブル用ゲーム。2006年に、それまでのシリーズを開発していたノーティドッグの、子会社である、レディアット・ドーンが開発した。旧作と同じステージや施設が多数登場するが、BGM 等が、これまでの作品とは一風変わっており、他のシリーズ作品にはない独特な雰囲気を持つ、作品に仕上がっている。 また、世界観は、ジャック・ダクスターに以降のものと同一の時代だが、シリーズに根付く概念としてある、プリカーソル文明の異物はほとんど登場しない。2007年10月9日には、PSP エンターテイメントパックとして、本ソフトに PSP-2000 本体と、メモリースティックデュオをセットにしたものが、北米で発売された。PSP のソフトとしては、グラフィックはかなり綺麗な部類に入り、 ロード時間を感じさせないステージ構成も含め高く評価されている。ムービーシーンの綺麗さは PS2 用のシリーズ第一作、旧世界の遺産を超えるほどである。第一作目の最後に見つけた、プリカーソル文明の遺産の暴走で、ヘブンシティに飛ばされたジャックとダクスター。まだ状況も把握しきれていない二人の前に突如、武装した兵士集団クリムゾンガードが現れる。 うまくその場から逃げ出せた、ダクスターだったが、ジャックは彼らに連行されてしまった。それから2年が経とうとしていた頃、ダクスターは、ヘブンシティのバーで、シティ内で、外中駆除店を開いているオスモという老人と出会う。本作は、オスモとの出会いから、ジャック2の冒頭における、ジャックの救出までを描いた物語となっている。バグコンバットで使用するアイテム、バグコンバットとは、 セーブデータをロードする前の最初のメニュー画面で選択できるミニゲームである。コンバットメタルバグズを1対1で戦わせるゲームで、プレイヤーがコントロールできるメタルバグの種類や特性は、特定のセーブデータで入手した下記のアイテムの所有の有無によって異なる。下記のアイテムはいずれもアドベンチャーステージ内にあるのだが、大抵は目の届きにくい死角にあるため、見つけるのが難しい。 一定量のオーブを入手し、オスモの家の奥にある部屋のベッドで休息を取ることで、ドリームシーケンシーズリワーズというミニゲームをすることができる。ミニゲームは5種類あるが、それらはすべてダクスターが見ている夢である。それぞれがゴールド、シルバー、ブロンズのクリア目標があり、クリア状況によってダクスターのステータスがアップしたり、新アクションを覚えたりする。 また、そのすべてが現存する映画のパロディであることも特徴。各ミニゲームはゲームオーバーにならない限りエンドレスに続いていく。ゲームクリア時のアイテム入手状況や隠しアイテム所有の有無でいくつかのシークレット機能がオープンする。ゲームクリア後は、これまでの作品のようにラスボスを倒した後の世界を楽しめるが、これはダクスターがラスボスを倒した直後ジャックを救いに行くため、 あくまでも、オーブなどをコンプリートするためである。またこの物語は、ダクスターがジャックを救出するまでの権威を、ヒップホックサロンにてダクスターが、ジャック、セイジー、ケイラ、テスラに、自慢げに話していた、というオチになっている。ありがとうございます。